はい、何回かに分けて、痛みのメカニズムであったりとか、そこの治し方、セルフケアの方法っていうところをお伝えさせていただきました。あなたのお体はいかがだったでしょうか。もしこれで痛みであったりとか痺れっていうところが解決していったのであれば、私はそれに越したことはないかなと思いますし、これからもそのセルフケア体操っていうのはあなたに合っているものなので、合っている体操をすることに時間とちょっとした労力を使ってあげていただくと、強い痛みであったりとか痺れっていうところが起きないような体を作れていくと思いますので、ぜひ、これからも継続してトライしてみてください。もしまだなかなか変わらないよって方は、原因としては3つ考えられてくると思います。1つ、まず他の部分にも原因があること。これまでいろいろお伝えしていた内容では下半身の部分がメインでした。それは下半身の筋肉の割合が全体の体全体のおよそ7割ぐらいを占めているので、多くの方がそこの部分に原因があることが多いので、そこに対してまずは、セルフケアの体操をお伝えさせていただきましたが、もちろん他の部分に原因があることもたくさんあります。肩甲骨の部分の筋肉であったりとか首のところ、そういったところもしっかりやっていかないとなかなか治っていかない方はたくさんおられますので、痛む原因が違うっていう可能性がまず一つ。二つ目が、セルフケアのやり方がちょっとずれてしまっているっていうことも考えられます。やる強さであったりとか、押す時間であったり、そこのちょっとした細かいところでも、出てく結果っていうのは違っていますので、そこもちょっと気をつけていただくといいかなと思います。自分に合ったやり方っていうのはあるはずなので、それはご質問いただければ お伝えすることはできますので、何でもご質問ください。でもう一個が、他の原因が考えられるってところですね。他の筋肉以外の部分に原因があることが中にはあります。体の動かし方、そもそもの動かし方が間違っていたりだとか、適応外ですね、神経の部分に問題があったり、もうどうしようもない状態ってこともあるかもしれません。それも諦めることなくですね、ぜひですね、近くの整体院、整骨院であったりとか、もしくはですね、私、当院にご相談いただいて、実際に来院していただければ、どこに本当の原因が隠れていて、本当に治療していかなければいけない部分はどこなのかっていうところも全部分かっていきますので、まずはご連絡いただけると一番かなというふうに考えてます。はい。そこでですね、明日は、この動画を、見ていただいたあなただけに特別なキャンペーンというところも、ご案内させていただければと思ってますので、ぜひですね、その動画も楽しみにしていただければと思ってます。はい、本日の動画は以上です。あなたの痛みの状態というところが自分で解決できること、それが僕は一番だなと考えてますので、諦めることなくですね、まだ、そのセルフケア体操をし始めて3、4日、5日ぐらいだと思いますので、諦めることなくトライしてみていただければと思います。本日の動画は以上です。本日も動画をいただきありがとうございました。